シューベルトはもうとにかく悲しいほど優しい、本当に弾いていて、こうシューベルトのもうさようならってずっと言ってるんだけど、僕はさようならするけど君たちは幸せになってねっていうような、この希望を残してくれるようなね、何かとてもその個人的なこう胸を打つような音楽だと思うんですけども、まあそれからシューベルトにはやはりもっとこの孤独であったり、それからやはり死というものが本当に常にあの若さでこう自分のこうなんて言うんでしょう、世界の中にもすでにあったということは、もう笑ってても悲しみしかなかったと思うんですよね。ベートーベンをものすごく尊敬して、だからピアノソナタを彼は書こうとしたし、シンフォニーも書こうとしたと思うんですけれども、でもまあシューベルトは歌の人ですよね。だからシューベルトは本当にそのベートーベン的なその器楽的なこともすごく書いてるし、後々のそのブルックナー、それからマーラーのシンフォニーに通じる世界をそのこのソナタで書いてると思うんですけれども、でももうどこをとってもシューベルトの歌が聞こえてくる。だからベートーベンがきっと何て言うんでしょう、憧れの人でありもう師匠だとは思うんですけれども、そこで彼は別にベートーベンの真似をしようなんて全く思ってなくて、本当にそこで独自のまた素晴らしい世界を見つけたっていうことが素晴らしいし、でその独自の世界っていうのが、まあ、冬の旅であったりアベマリアであったり、そしてまあ何といってもさすらい人、まあシューベルトは永遠のさすらい人ですね。人には誰にでもファンタジーがあると思うんですね。でそこのファンタジーに芸術家がその呼びかけてくれる、だから私たちはきっと感動すると思うんですよね。